五冠末期、世は乱れ、時代は混迷へと突き進んでいた。清涼の豪族董卓は宮中での宦官らの騒動に乗じ上洛。帝の身柄を確保すると自らは大尉の座についた。一方、これを妬み董卓を排除しようとする動きが起きる。曹操、袁紹らは反董卓を標榜し連合軍を結成。要衝古老館を破ると董卓のいる洛陽へと押し寄せた。寵愛する美女趙倩さえいれば洛陽などに用はない。董卓はそう豪語すると都に火をつけ脱出を図る。しかし唐の趙倩は伊豆子へと姿を消していた。趙倩だけは譲れない、趙倩だけは何としても連れて行く。荒ぶる董卓は美女の姿を追い炎に包まれた洛陽へと飛び出す。この唐中衛目指すは主人に国よ。こんな都を燃やして奴らにくれてやる。わしは朝鮮と共に新天地に行くぞ。董卓様、大変です。朝鮮様が前線の呂布様を追って古老館に。なに、すぐに朝鮮を連れ戻すのだ。この辺りにいるはず。あやつから力ずくで聞き出してやる。わしの野望、誰にも止められん。
層配下の下降トンと過去に送ってやる。しぶといやつだ。おお、まだ無駄口を続けるか。ならば全力で相手をしてやろう。お見事、見せつけてくれますな。打開できそうになる。ありゆう、人遊んでおる場合か。王戦じゃ、朝鮮はどこにおる。いえ、俺は見ておりません。ずっとあの男と戦っていたもので。えい、とんだデクノボーめ。他の者の方がまだマシであろうぞ。くそ、連合軍とか冗談じゃねえ。俺の栄達への道もここまでかよ。朝鮮の行方を知っておろう。さっさと教えんか。先ほど死生観へ向かう人影を見ました。女性の容疑者、おそらく朝鮮とか。見事な無事なり。ならば趙軍へ全力で参る。おう、参られよ。反雲朝、火の刃にてお相手いたす。やりました。キスイさんか。待っておれ朝鮮、今連れ戻すぞ。地獄に送って。お見事、見せつけてくれますな。いやはや、孤立無縁とはまさにこれ。私の人生もここで幕が下りるか。光沢、なぜ今さら死生観を狙うのか。ところは私が撃つ。恥ずかしい限り。劉備殿のもとへは行くせん。光沢よ、この長子竜が相手となろう。はい、うっとうしい。そうそうだ、私も邪魔をするでないわ。記憶に送ってやる。素晴らしいご活躍。お働き。止水艦、この先に朝鮮が。今捕まえに行くぞ。みなしいだ。お見事、見せつけてくれますな。炎飛と長貴様が
はしない。だがここは倒産。覚悟せよ、ゴータク。対応なさねば笑われようと、ここは逃げるのみだ。しぶといな、トータク。貴様のような男は自滅すると思ったのだな。朝鮮はこの辺りにいるはずじゃ。さらねえわけででも探し出さねば。手を逃してはならぬ。攻め抜け。その首もらい受ける。いざ、私の野望何も止められん。なんという武勇。敵将をわしが討ち取った。非道の輩よ。素晴らしいご活躍。我が軍の勢いもはや止められまい。迅速に攻略せよ。真の三国無双とはお見事。つもりか。だが朝鮮、あなたは
オタク、チリにしてくれる。豚に敗れるなど。ああ、トータク様、話してくださいませ。やっと捕まえたわい。さあ、わしと共に新天地に行こうぞ。